復活、復活、復活。アンサス・ワナスタシス。では、キリスト教における復活を扱う。キリスト教においては、十字架につけられたイエス・キリストが、眠っている者の発の歩として、死人の中から復活したことが信仰されている。コリントンの信徒への手紙1、15、20。キリストが復活し、キリストの復活によって、すべての人が生きるとされ、コリントンの信徒への手紙一 十五二十一から22、死者は復活するとされる、テサロニケの信徒への手紙一四十三から十八。このように、キリスト教における復活は、イエスキリストのみにとどまるものではなく、すべての人に及ぶものである。善行をした者も、悪行をした者も、最後の審判の日には、すべての人が復活するとされ、善行を行った者は、生命の復活に出て、 悪行を行った者は裁きを受けるために復活するとされる、ヨハネによる福音書二29。ただし、教派、主張によって、この前行、悪行をどのように解釈するかには小さくない差がある。最後の審判の日における復活については、体も伴った復活がキリスト教において信じられている。キリスト教における四つの福音書には、 イエスの誕生について語らないものはあるが、イエス・キリストの復活について記していないものはない。キリスト教において、復活は最初の最も基本的な宣教の内容を形成しており、キリスト教神学の中心的位置を占めている。キリスト教の復活の信仰は、キリストの復活の事実に基づいていると、キリスト教においては捉えられている。コリントンの信徒への手紙1-15。 十四における、使徒パウロによる、もしキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。交互約聖書との文言が、キリスト教において、復活信仰が欠かせないことを示すものとして挙げられる。キリストの復活が、全人類的な意味における死者の復活へ結びつくと、される、信仰内容は、 聖書の多くの箇所に示されているのみならず、多くの教派が用いる、ニカイア・コンスタンティノポリス神といった、祈祷文、信仰告白、及び各種遺言や芸術作品、絵画、音楽作品等にも現れている。他方、自由主義神学の影響下にある派、神徒の中には、キリストの復活を事実として信じない者が少なからず、存在する。一方で、 自由主義神学と正統主義双方の行き過ぎを是正しようとしたブルトンの立場からの歴史的事実、客観的事実ではなく神話であるが、確かにケリグマにおいて復活したとする非神話家の説明も存在する。旧約聖書はユダヤ教においても聖典であるが、本校ではキリスト教における理解について述べる。旧約聖書にも復活についての記述が存在する。 預言者エリア、エリシャが復活の奇跡を行ったことが記されている。列王記上十七、十七から二十三、列王記下四、三十三から三十五。四辺、聖英においては、何時の生命を墓より救い、四辺百三、四、4、聖英二、四、2主は彼を守りてその生命を保たん。四辺四十一、二、聖英四十、三、我らを生かしたまえ、 四編八十、十八、聖鋭七十九,十九、十九、しか、我が霊を地獄に残さず、何時の聖者に窮るを見ざらしめん。しか我に、生命の道を示さん。何時が顔の前に、喜びの十万あり、何時が、右の手に、聖生の福学あり。四編十六、十から十一、聖鋭十五、十から十一といった箇所において、唯一の神が、命と死の主であり。 神が死んだ人間を読みから呼び戻して復活させうること。神は人の霊を読みに捨ておいたり、腐敗するのを許されたりはしないことが示されていると、される。預言者たちによっても、エゼキエル書、三十七一から十四における、枯れた骨の復活や、イザヤ書、二十六十九五十一十七五十三八から十二六十一ホセア書、 六、一から二、十三、十四といった箇所で復活が予言されているとされる。四名書において予言者ヨナが神によって太陽の腹の中に飲み込まれた後、三日後二陸に吐き出されたことは四名書一、十七から二、十、九聖書イエス・キリストの三日目の復活をあずぞうするものでるとされる。このことはイエス自身の言葉としてマタイによる福音書。 12、4十、16、4に記されており、イエスが語る、ヨナのしとは、イエス・キリストの死と復活を指すものと理解され。カトリック教会、プロテスタント、正教会など多くの教派で、キリストの死者の中からの復活は、初期キリスト教時代からの教えの中心的な内容とされてきた。パウロ書館で最も初期のものと考えられている。 テサロニケ人への第一の手紙において、パウロは死者の内から蘇った神の子、一、十に言及している。カイドウ氏の娘の復活、マタイによる福音書九、十八から二十六、ラザロの復活、ヨハネによる福音書十一章といった奇跡や、イエス自身による度重なる言葉により、死と復活はイエスによって事前に繰り返し予告された。 胸が福音書の各所に記述されている。イエス・キリストの降誕について記していない福音書はあるが、マルコによる福音書、ヨハネによる福音書には具体的記述がない。イエス・キリストの復活については全ての福音書に記されている。これら4つの福音書の記述を見ても、イエス・キリストの復活した場面を目撃したものは誰も記されていない。 遺体がなく空になった墓の記述とイエス・キリストが復活した後、多くの弟子の前に現れたことが記されているのみである。キリストが復活した場面を描く遺恨、図像は時代が下ってから復活の深い意味を表現する手段として描かれるようになった。四つの福音書は共通してキリストの処刑後、第3日、すなわち日曜日の早朝。 女たちが墓を訪ねていくと、墓が空になっており、青年、天使が女たちに、キリストの復活を告げたことを述べている。その後の記述は、必ずしも相互に一致してはいないとする見解がある。キリストの復活の諸々の出来事につき、マタイ、マルコは一日の間のことであるとし、ヨハネは数日に及ぶこととして、そう読みる立場がある。ルカは、福音書、ルカによる、 福音書においては1日の出来事として書いているが、聖書とパン先によって復活が知られることを記す。一方で、使徒原稿録では復活のキリストの地上での生活を40日間記述している。しかし、聖書本文を見る限り、マタイ・マルコルカに1日の出来事と特定した記述があるわけではない。さらに、マタイとマルコでは復活のキリストがガリラ屋で、 弟子たちに会うとされているが、ルカはすべてエルサレムでの出来事として書いていることも、相違とされる。使徒パウロは、コリントの信徒への手紙1、15、5から8において、復活後のキリストにあった人々の名を挙げている。ペトロ、十二使徒、五百人以上の信者たち、主の兄弟、ヤコブ、すべての使徒たち、最後に、パウロである。しかしこの次第も、福音書の内容とは、 完全には一致していない。伝統的解釈を重んじる人々、聖交界、プロテスタント内の伝統的解釈に則る人々、及び、聖教会、カトリック教会からは、こうした矛盾とされる現象につき、復活のキリストが時間と空間を超えた存在、光栄の主になっていたためであり、諸々の出来事は超自然的な領域に属する。 現象であったためであるとする解釈が示される。また、こうした不一致につき、ガリラヤでの出来事の記述とエルサレムの出来事の記述は、相互補完的なものであるとする説明もなされる。プロテスタントの聖書信仰では矛盾という語で、表現せずに、聖書の現象と呼ぶ。一方、近代以降の啓蒙主義の合理主義の影響を受けた、自由主義神学に立つ解釈では、この矛盾を、 復活は歴史的事実ではなく信者の心の中にキリストがとどまりその印象が強化されたことを意識しており、従って復活の記述はこの信仰の表現として創造せられたためと考える。口頭批評を行う立場からは写本と用語の問題から最古の福音書と考えられる。マルコ福音書には当初復活のキリストの描写部分はなかったと考えられている。 これをぜとしない教派、主張もい。ハルナックなど自由主義神学からは、弟子たちは、キリストの死を悲しむあまり、キリストを求め、精神状態を生み出し、キリストを見たと信じるようになった、つまり復活は錯乱した弟子たちによる錯覚される、ことがある。こうした自由主義神学の説に対しては、疑い深かった弟子。 トマスがいたことが記されていること、イエスの死体に香料を塗ろうとして墓を訪れた、女たちもまるで復活を期待してはいなかったことと、弟子たちは、サクラ乱や共振からほど遠い状態にあったとして、復活が事実であったとする信仰を強調しようと、されることがある。新約聖書には、キリストの復活の他にもいくつかの復活の記事がある。福音書はイエスが行った、 復活の奇跡として、カイドウ氏の娘の復活、マタイによる福音書9、18から26、ラザロの復活、ヨハネによる福音書11章の復活に言及している。伝統的なキリスト教では、これらの復活とキリストの復活とを分けて考える。これらの復活した人々は、その後また自然の死を迎えたのであり、罪と死に対する勝利をもたらす。 唯一の復活である十字架につけられたキリストの復活とは次元が異なると捉えられる。正教会におけるラザロの復活の遺恨では墓から出てきたラザロの前にいる人々の内に花を手で覆っているものが描かれるが、これは衆を避けているのであると言われる。ラザロは自分の体、それも死後4日間経って腐りかけている肉体の内に意識を取り戻したのであり。 この肉体自体は、またいつ各地で、眠りにつくのである。しかしながらこれらの復活は、確かに次元は全く異なるものではあるものの、イエス自身の復活を明白な形ではないにせよ、予告するものであったともされる。墓から出たラザロは、イエスの呼びかけによって死から救われる者の,の姿を、具体的に象徴しているとされる。さらに、ラザロの復活は、エゼキエル書。 三十七、一から十四における、枯れた骨の復活に見られるうに、万人の復活を証明する奇跡であるとも説明される。使徒原稿録では、使徒たちが復活の奇跡を起こしている。ペトロがタビタを蘇らせた、記事、使徒原稿録九、四十、パウロが転落した若者を蘇らせた、記事、二十、九から十二がある。最後の審判の前には、 すべての人の復活が起きるとされている。聖教会の十字架去境祭りの伝承に見られるように、死からの復活の奇跡が起きたとする伝承は、聖書時代以降にも教会に残されている。キリスト教において、日曜日、すなわち、手術の礼拝は、第一に復活を記念するためのものである。年一度の復活祭も復活を記念する祭りである。 多くの教派にとって復活祭は最も重要な祭りである。カトリック教会の天礼歴の中でも他の多くの教派と同様主日、日曜日はキリストが復活した日として重要視される。その主日の中で一年で最も盛大に祝われるのが復活祭であり、復活徹夜祭は天礼歴年の頂点と位置づけられる。復活祭から 聖霊降臨祭までの50日間は復活節と呼ばれる期間である。カトリック教会では、キリストの復活につき、第二の創造とも表現される。聖公会の教会歴の中でも、他の多くの教派と同様主日日曜日はキリストが復活した日として位置づけられ、根源の祝日ともされる。一年に一度の復活祭は、聖公会祈祷所では、 復活日とも記載される。復活説と呼ばれる期間は、復活日から始まり聖霊降臨日で終わる50日間で、ある。復活日とその後の7日間には、朝の礼拝における最初の詩編部分が、復活の歌に変えられるほか、聖餐式の封建章、特別序賞もこの期間用のものが用意されている。復活説も同様にすることが可能。そもそもプロテスタントにおいては、 復活、地獄といった最後のものについての教理は、未だ関心事の中心になったことはなく、最も未発見の教理であり、詳細な議論を喚起していないと評価されることがある。ルイス・ベルコフによる。ただし、進学の関心対象とはあまりならなかった、教理が関心事の中心になったことがないということは、必ずしも対象が重要ではないと考えられてきたと限らない。 疑問が持たれないほどにまで信じられていることについて、進学、教理の論理展開が要請されることは、あまりない。宗教改革期においては、未来における人々の復活について、進学者たちは復活した後の体が、現在の体と同一のものであるという点において、全く一致していた、復活を一致して認めていたということが安易する。改革派によれば、 イエス・キリストは、初歩として復活し、選びの民も栄光の体を与えられ、え化されるが、不信者は復活の状態が異なる。近代の自由主義神学においては、復活を否定するか、人間の完全な人格が死後も続くことの象徴的比喩として、復活を理解するようになっている。イエス・キリストの復活は、歴史上実際に起こった歴史的事実であり、 やがて人は復活すると全教会で認められており、リベラルの見解を退りける。正教会はその教えを復活の福音と捉え、復活信仰を中心に位置づける。そのことはいかに述べるように各種方針例にも反映されている。毎週日曜日は主の復活の日として、主の復活、天国を記憶する曜日と位置づけられている。これを反映し、毎週手術。 日曜日の早か、スラブ系の正教会では徹夜等の一部として土曜日版に行われることが多いにおいて特別な祭日による指定のない限り必ず福音書のうちキリスト、ハリストスの復活について記述された箇所が報読される11種類の指定があるのでこれを11福音という土曜日の夜から日曜日の夕方にかけての方針例は ハリストスの復活に関連づけられ、この時の成果の多くが、ハリストスの復活を記憶するもとなっている。聖教会で行われる祭りのうち、復活大祭は、ハリストスの復活を記憶する祭りであり、聖教会における最大の祭典である。復活大祭は、多くの場合深夜からその方針で、礼拝が始められ、早朝にかけて、聖体礼儀が行われる。 普段の方針例では、頻繁に図教される部分であっても図教されることは、ほとんどなく、ほぼすべて英体が成果を歌うことで実施される。また、イコノスタスのすべての門は解放され、ロウソク等の証明は、すべてが灯される。これらの情景は、復活したハリストスを目にした人たちの体験を、時空を超えた、同じ一つの現実の分かち合い、うものであると、正教会においては捉えられる。 ハリストスの復活の遺恨は、ハリストスの地獄ぶりと呼ばれるものが多く用いられる。これは、聖教会において、ハリストスが十字架で死んで埋葬されて、後霊、魂にて地獄に降り、アダムとイブをはじめとした地獄にいた鬼人を解放して、天国に入らせたとする伝承に由来する。聖教会においては、ハリストスの復活は、新たな創造とも表現される。 各種機密でも、復活、永遠の生命への預かりが主要な意義の一つとなっている。死者の霊肉一体の再生としての復活の信仰は、人間の肉体と霊魂を等しく人間の生命に欠かせないものとする、人間を一元的有機体とする見方を前提とする。従って、霊魂を人間の本質とする、インド、古代ギリシャの宗教伝統、ヒンドゥー教、仏教、 古代ギリシャ神話では、復活は中心的競技として位置づけられることはなかった。ギリシャ人は人間の魂を本性的に不及のものと捉え、死は肉体という束縛から魂が解放されることとして位置づけていたことも比較の前提となる。他方、人間を霊肉の一元的有機体と捉える者にとっては、復活は信仰の中核に位置づけられるケースが見られる。 キリスト教もそうした見地に立つものであるが、他に古代エジプトの宗教、ユダヤ教、ゾロアスター教、イスラームなどが挙げられる。古代エジプトにおいては、死は、生の中断、変化と捉えられ、現世と同じ来世の存在が信じられていた。死者はオシリスに由来する悲劇によって、不死の存在に変えられるとされていた。ゾロアスター教では、人は死後裁きを受けて、 天国か地獄に送られるが、最後の日に救世主が現れ死者を復活させ、その後すべての人が罪の汚れを落として永遠の天国に入るとしている。宗教学の見地からは、キリストとオシリスとは復活の証であり、死者を裁き生かすという共通の役割が指摘される。しかしながら、最大の相違として古代エジプトにおいては、オシリスと死者の出会いは、 死後にのみ起こるのであるが、洗礼を受けたキリスト教徒は復活したキリストにおいて、申請を始めるとされる点、ローマの信徒への手紙六章が挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。